まずトラックすげえ多い。160とか170ぐらいあったんで、 A メロが来たら、あの次 B メロ、 C メロ、え、 D メロ、 E メロ、 F メロ同じのが戻ってこないんですよ。まあ普通ポップサウンドではありえない、あの構成の中になんかポップさがあるっていうかな、奇想天外さっていうか、うん、ある意味ジェットコースター乗ってるようなサウンドっていうか、なんか遊びで音をこう構成して作ってるみたいな、そんな印象でしたよね。ポップロックを作ってるようなイメージで、4つ打ちのキック の、 あの迫力であるとか、そういうのはもちろん EDM 系に寄せるんだけれども、低音の質感であったりとか、その辺の迫力が、失わないように、でしかも、その辺があまり、重厚になりすぎて邪魔にならないようにっていうあたりですかね、気をつけた点っていうのはね。できる限り今ポップで聞こえる。ただサウンドホリックの場合は来たデータ自体のクオリティがものすごく高かったので、これは一筋縄ではいかないぞ。耳が二人ともいいんで、ごまかしが効かないんですよね。だからちょっと変えてもわかるし、修正ポイントも、え、そこみたいなところもついてくるし、細かいんだけれども言ってる意味はすごくよくわかるし、あ、そこわかるのみたいな、僕が作り出すグルーヴ感、ほんのちょっとしたコンプの、強さだけでグルーヴが変わる部分であるとか、そういうのをこう敏感に感じてくれる2人なので、通常のなんかトラックダウンをやってるっていうよりは、こう一緒にサウンドを作った感っていうのはすごく大きいですよ。だからいいものをよく見せるっていうのは、さらによく見せるっていうのはすごく技術がいるんですよ。だからサウンドホリックはそういう仕事でしたね。僕らはこの帯域上から下までのダイナミックレンジ、周波数帯で埋めるんです。アーティストはそこをボイシングだとか、アレンジで埋めるわけですよね。中低域から上のボイシングの組み立て、ボーカルのあり方っていうのはサウンドホリックさんの場合は素晴らしくできてるんですよ。下だけ難しいところのあり方だけ僕が修正した、僕が聴いてても心地いい感じだったんで、ミックスしててもすごく楽しかったし、まあ、僕の場合普通のエンジニアとはちょっと違うのかもしれないね。その1個上の倍音あたり60、70、80ぐらいのところがちょっと薄かったりとか、第2倍音あたりっていうのをすごく埋める作業が多かったかもしれないですね。エンジニアが変わると作品の方向性も変わるからね。4年間ぐらいこうずっと作ってるわけでしょ、ね、だそのなんか重みみたいなこっちに伝わってくるんですよ。ここでもう外したものは絶対作りたくないみたいな思い入れがやっぱりみんな強いんですよ。でサウンドホリックさんは特に強いね。そこまた直すんだみたいなね、精神的ダメージ受けるんですよ、エンジニアって。いやトビさん、この間のあれがね、もうやめて。サウンドの中でのボーカルの立ち位置っていうのもすごくよくできてるし、メロディーラインもすごくキャッチーだし、だから声楽やってるって聞いてびっくりしたんだよね。よくそこをぶち壊したなと思って、少しこっち寄りとかできるようになったらもう最強じゃない。言って、そういう全曲聴いてほしいなと思いますよね。ポップな聴きやすいサウンド、その中にこういろんなメッセージも入ってるし、その通して聴けるアルバムって外しどころがないっていう、まあシングルの集まりでありながら厚苦しすぎないし、押し付けがましくない、アルバムトータルとしての完成度っていうのも結構僕は高いのかなと思ってるし、音のクオリティもねかなりいいと思うんで、だから日本国内っていうよりはもうちょっと、まあ、もっともっと世界に出ていくサウンドが作れると思うし、いただきました。いただきました。ありがとうございます。本心です、もちろん。